週刊ガチャやっていきたいなと思います。ということでですね、毎週言ってる通りですね、週刊ガチャ当たったからにはですね、ちょっと使いたいじゃん。だからこの選手を掴んだらどう使うかっていうのをですね、ちょっと雑談で話していきたいなと思います。ハイメマター選手、ライムレーカーですね。185cm でちょっと大柄にはなるんですけども、タイプとしてはすごくバランスいいタイプですよね。まあ使うとしたらですね、前半のうちにですね、もう使い切る形でですね、で周りをうまく使ってあげる、ちょっと丁寧に扱っていただくようなイメージが一番いいのかなと思いました。周りをね使って検証やりましたけど、グラウンダーパス71に乗りますか、70乗りますから、まあ悪いパスにはならないので、こういったところをうまく使いながらですね、周りを使いながら、そして自分の決定力、あのシュートスキルとかもね豊富なので、そういったところ意外に決めれちゃうんだよっていう感じでいけるといいかなと思いましたね。でこう、あのスタミナはもう70なので、もう後半はもう心置きなく変えるというような感じで、もう割り切って使っちゃう分にはいいかなと思いました。はい、次オナナ選手ですね。 190cm の攻撃的ゴールキーパーということで、監督補正入るとコラプシング92まで乗りますね。そこはいい感じかなと思いました。やっぱりコラプシングがね一番重要かなと思いますので、ちょっとキャッチングが79なのは若干気になるかなっていうところですかね。まあなので絶好調とか、まあそういったところで使っていく、絶好調のところ結構いいので、絶好調の時にね使うとかはありかなと思いました。フライパスそんな高くはないので、まあパントキックはねっていう感じなんですけど、あのロングスローついてるんで、その辺は問題なく使えるかなと思いました。ハリス・ハイラディノビッチ選手ですね。2列目からの飛び出しということで、パスとかキック力高いところが非常にいいですよね。で、あのスキルもですね、ワンパス、ルーパー、ピンクロとかついてますから、まあこのあたりはすごくいいのかなと思いました。まあ、ちゃんとドリブルとかね、そのあたりもねバランスよく高くてですね、すごく使いやすいタイプかなと思います。で、あとは守備意識とか結構高いのもいいところかなと思ってます。なので中盤でもね、サイドミッドフィルダーとしてもね、全然守備にも貢献できるタイプかなと思ってます。個人的に使うならですね、 OMF の位置なんだけど、セントラルミッドフィルダーにして使いたいなと、2列目を発動させながら使いたいなと思います。まあセントラルミッドフィルダーにすることですね、若干位置を下げつつですね、後ろからのパス供給もできつつ、ふとした瞬間に裏抜けてくれるので、そういったところでちゃんと決定力も73ありますから、それなりに決めてくれる、そんな展開が見れるんじゃないのかなと思っております。次デクラン・ライス選手ですね。デクラン・ライス100いきますね。これ強いっすね。個人的にはですね、一番の魅力はこのスタミナかなと思ってます。1試合通して全くブレないね強さというか、持てるのはいいかなと思いましたね。闘争心とか持ってるとこもすごくいいですよね。で攻撃性能もですね結構高いので、いろんな位置で使えるところは魅力的ですよね。まあビエラにちょっと近いような構成にもなってるのかなというところがすごくいいところですよね。でピンポイントクロスとかもあるからね、4312とかの方面のセントラルミッドフィルダーのところとかね使ってもですね、サイドに結構駆け上がってくれるので、そこでピンクロ発動させる、これもありかなと思ってます。個人的にはですね、まあ、中盤の底の DMF よりはセントラルミッドフィルダーで使いたいかなっていう印象ですかね。前目の位置なんだけど、ディフェンスめっちゃできますっていうので、すごく優位性が取れるかなと思ってるので、そういった使い方がありかなと思います。でボランチでももちろん使えるかなと思うんですけど、普段ですねアンカーとか、あとはブロッカー持ちの選手を使ってる方はですね、その辺はあのこの選手はブロッカー持ってないんだなっていうのはちゃんと認識した上で使っていただくのが注意が必要なのかなと思っております。でブロッカーに関してですね検証しておりますから、あのやっぱりブロッカーの有無に関してはちょっと別人扱いな形になってしまいますから、そのあたりはね注意していただけるといいかなと思いました。次テオ・エルナンデス選手ですね。いや足早い、もう最近あれですね、週間でももうスピード99とか普通になってきましたね。まあ守備もそれなりにできて、でこのスピードを生かして勝ち上がっていくこと、それができるのかなっていう取るところはいいかなと思いました。でシュートスキルもねちゃんとありますから、フィニッシュっていうところも展開は予想できるのかなっていうところはいいですかね。まあ使うならもうサイドバックでしょうね。センターバックは本当に緊急時っていう感じでしょうね。スピード99のセンターバックってすごく魅力的ではあるんですけど、やっぱり空中戦のところですよね。ちょっと背高いヘッダー持ちのエアバトル持ちの選手とかで競り合っちゃったらもう負けちゃう感じはしちゃうので、まあセンターバックよりはですねサイドバックで使うっていうのがまあ一番定石かなと思います。サイドミッド使えたらねそこでも良かったかなと思いましたけどね。でフライパス79なんですけど、まあピンクロあるからまあまあギリ使えるでしょうというところで、サイドバックとの距離が近いタイプの選手っていうのかな、プレーメーカーとかセントラルミッドフィルダーにですね置いてですね、もしくは左サイドウィングとか左サイドミッドフィルダーにもう一人ねプレイヤー置いてですね、
ここの2人とか 2,3 人でですね、左サイドを展開していくような形でですね、テオ・エルナンデスのスピードを生かしていけるといいのかなと思いました。リッカルド・オルストリーニ選手ですね、チャンスメーカーの選手ということで、この選手結構幅広くていいですよね。結構魅力的かなと思っております。監督補正でですね、スピード92乗りますし、92になりますし、ドリブルも93ですよね。これはかなり使いやすいかなと思います。183cmなんですけど、ドリブル93あればある程度はね使えるかなと。でダブルタッチとかこのあたりのね確定フェイントもついてますから、すごく使いやすいかなというところですかね。若干精度も高いですから、ピンクロ、右足のピンクロっていうのもね、想像でき普通に使えるかなと思っております。僕が使うんであればですね、セカンドトップかな、もしくは右ウィングでもいいかなとは思うんですけど、そこで使いながらですね、ドリブルでちょいちょいこう持ちながら、スピードも生かしながら、そしてラストパスもしくは自分でフィニッシュっていうのがいいですよね。ワンタッチシュートもありますから、ワンタッチシュートね、前回検証やりましたけど、ワンタッチシュートやっぱ有無っていうのは大事だかなと思いますので、左ウィングで持ち上がって、クロスに対してワンタッチシュートとかね、そういった展開も見えるのかなと。もしくはダブルタッチからダイレクトダブタカのシュートみたいなね、そういったところも見えてくるのかなと思いましたので、使うならばその攻撃的なところで使うかなと思います。次、バストーニ選手ですね。この選手は毎回強いっすね。ディフェンスセンスとも92乗っけてるところもいいかなと思いました。スピードも78とかね、この辺もいいね。でね、今回俺はね、このやっぱパスですかね、もう少し80乗るんですけど、このあたりは非常にいいですね。取った後の展開がすぐできるっていうのは非常に強いかなと思いますね。ちょっとね、センターバックもいっぱいいますよっていう人はですね、こんな感じで絶好調の時にね使うとか、それでもいいのかなと思いますね。真ん中でも使えるし、3バックの右か左か全然どっちでも使えるかなと思いますので、最悪ね調子がいい時だけ要員っていうのも全然ありなのかなと思います。ギマラインス選手ですね、プレメーカーということで、今回はパスですね。94まで上がってきますと、ここはぜひ使いたいですね。ここの特徴を生かしたい、そんな形になるかなと思います。スキル構成は問題なくね、スルーパスとかついてるし、足裏コントロールついてるのも中盤でパスボールキープはしやすいのかなと思います。で、決定力74ありますから、ワンタッチシュートをいざという時はちゃんと決めてくれる、そんなタイプかなと思っておりますね。で、それに加えてですね、ディフェンスとかそういったところもバランスよく使えるタイプはすごくいいですよね。使うとしたらですね、センターミッドフィルダーとかでですね、ちょっと低い位置でボール持ちながらですね、ウィング、右サイド左サイドの両サイドのね、ウィングとかそういったところにパスを供給するタイプっていう形ですかね。ロンググラウンダーパスとかをね、ぜひ使っていただきたいなと思います。モンタサル・タルビ選手ですね、センターバックのビルドアップということで、監督補正入ってフィジカルか90乗るところもいいですよね。スピードとかに関してはギリギリ大丈夫で、スキル構成に関してはインターセプト、マンマーク、エアバトル、ブロッカー、この辺がついてるところは問題なく良いのかなと思います。グランダーパスがね70乗ってる、ここもですね非常に良いのかなと思いましたね。競り合いも問題なく任せられる、そんなタイプかなと思いますので、普通に強いですよね。守備固めで最後出してもいいですけどね、もしくはもうマルディーネとかいっぱいいますよみたいな人に関しては、こういった絶好調の時とかだけでもですね、普通に強いですね。この状態で使うっていうのもありかなと思いましたね。ベリンガムですね。やっぱ強いね。この選手はもうどこで使っても強いな、強さ発揮できるかなっていう感じですかね。ダブルタッチらしく足裏コントロールで特殊ダブルタッチはできるんですけど、186cm ということで若干のやっぱ重たさは出てきちゃうかなっていうところですかね。ドリブルも84なんで、低くはないんですけど、ものすごい高いわけではないので、中盤での中継役であったりとかで最後もう一回もらうとか、そういうタイプになってくるのかなと思いますので、でもボルコン94あるというところで、やっぱり OMF ですかね、使うなら。で、裏抜けた時にワントラップしてからシュート、これがですね一番良いのかなと思いますので、そういったところの使い方がいいかなと思います。ラスト、ハーランドですね。これはもう決定力とかもうめちゃめちゃ強いね。フィジカル96って半端ないね。いや、これはラインブレーカーでね使いたいよね。てかこの太もも、ちょっとオフェンスは低めではあるんですけど、ボックストライカーなので、どんどんこう裏抜けとかね、そういったことではなくなってはきて、真ん中に座ってくれるような、そのタイプですので、どうせならですね、ワントップもしくはスリートップですかね、の真ん中で使ってあげてですね、周りで補佐しながらもう最後フィニッシュでドカンと
やってあげるというようなタイプかなと思いましたね。今回のも面白いですね。ロマン溢れる感じで、皆さんもぜひ当たったらですね、この使い方一つね参考にしてみてください。皆さんのね使い方、おすすめの使い方あればね、また教えてください。さあ、せっかくなんでね、3つ引いて終わっておきましょう。まあ今回はやっぱりハーランドが当たれば勝ちかな。あとは個人的にはデクランライス、あとはリカルドは結構使ってみたいかな、そんな気はしておりますので、見ていきましょう。はい、行きましょう。一発目、さあどうなるかな。お、ライス来た。よしよしよし、これ普通に嬉しいですね。普通に使うわ。2発目。おー、なるほどね。ロングパスどんどん出していこうかな。ラストいきましょう。じゃあハーランドいきましょう。ハーランドいきましょう。来い。さあ来い。こんなんな。